毎度さあ、エランドと合流するために来ました。結局ね、これメインクエでしたね。またなんか二股に分かれるメインクエストでした。おんのよいしょ、あ、おるわ。何してんのお前。せい、かっこいい。もう一匹いんな。よいしょ。大丈夫か。片付いてよかった。助かったよ。こんなところで一人で何してる。仲間はどこだ。あいつらを死なせたくない。俺みたいな役立たずは構わない。あいつらを死なせたくないって言ってアロイしてって言ってんの。お前を巻き込んじまって悪いな。お前やべ。ああ気にすな。お前やべ。こういうことには慣れっこだ。機械退治や置いてる子はいつものこと。慣れっこではあるけど、自分の部下は殺したくないからって言って連れてきてないのに。大丈夫？本当に平気か。今はシラフってことはダメだ。まあ少なくとも頭は働いてる。今のとこはな。エルサに何があったのか教えてくれ。うん、初めから知りたい。詳しいことはわからん。あいつは優秀な兵を数人連れて。お前は優秀じゃないのか。優秀な兵。お前は抜く。アロイ厳しいって。ああここんとこ。アロイ厳しいって、ちょっとそういうこと言うのやめてあげて。俺じゃダメだって。きついわアロイな。捜索隊が次の日エルサたちの遺体をシャドウカージャの死体と一緒に見つけた。待ち伏せだよ。なるほど。シャドウカージャは人間じゃねえ。人前に出せないくらいあいつの顔を痛めつけてやがった。人前に出せないくらい。ひどい話だな。顔が潰されてたってこと。だが俺が奴らを見つけ出して。いやなんかおかしいなそれは。だいたいね、そういうのはコナンとかやと。なぜ奴らはこんなことを。偽物の死体の可能性がある。エルサのことか。アバードと組んで奴らを都から追い出しただ。あれれ。奴らはこの2年その傷を癒してきた。おかしいなみたいな感じでね。ようやく復讐を果たしたってわけだ。それじゃあ、ちょっと行きましょうか。エルサが倒れた場所へ、そこを調べて。エルサじゃないんじゃない。来い、こっちだ。よし、ちょっと。なぜエルサはここまで来たんだろう。確かに。俺には分からん。呼び出されたのか。罠なんだとしたら。呼び出されてるよね。奴らは裂け目に入るや否や停戦を破った。いや一番嫌なのはあれだね。エルサが犯人パターンは嫌だ。エレンドかわいそうやろ。よくあるパターンではあるけどな。ここで奇襲された。何にも見つからなかったが、お前のその洒落たおもちゃで何かわかるかもな。洒落たおもちゃ言うなお前。跡が見える。エルサのために奴らを見つけたい。茂み死体を引きずっていたのか。何か見えた。このシミはまるで荷車の端から血が落ちたみたいにまっすぐだ。なるほど。跡がある。誰かが死体をここに運んで戦場のあちこちに自走されたということですね。ここの現場は、ここにあった死体は他の場所でやられたってこと。なんでそんなことするの。シャドウカージャはなぜそんなことを。今はまだシャドウカージャの仕業だと決めつけない方がいいな。やつらに決まってる。じゃあこの後をたどって調べてみよう。少なくともシャドウカージャのせいではないっぽいよな。よし、この後ハイライトで追いかけていきましょう。ずっと続いてる。あ、なんか馬車の跡がある。荷車なのか馬車なのか。あ、荷車っぽいな。こんな急なとこ大丈夫。ガラガラってなるやろ絶対。休憩ポイント発見。OK。まだ上続いてますね。危ないよな、荷車こんなとこを通んの。あとバレバレだし、なんか跡がすげえ残ってるから。隠す気がないよ。理由はわかるが、奇襲に見せかける必要が。
そうね。これから突き止める。一番上に着くんじゃないかな。これ関係ないか。着きますね。あ、なんか建物がある。あ、なんかあるな。ここですよ。クラッキの骨。なんだ、イベント。あ、誰かいる。シャドウカージャーではない。こいつらはシャドウカージャーじゃない。え？俺と同じオセラム族だ。やっぱり偽装だった。これがお前ら部族の挨拶の仕方か。どういうことや。あ、やめろやめろお前。てめえら。ぶっ殺してやる。いや、ぶっ殺しちゃダメだと思うんだけど。聞かないとね、情報を仕入れないとダメだと思うんだけど。ほら、ぶっ殺してやる。あ、避けた。避けたぞ、あいつ。よし。くらえ。お前も死ね。クソ、証拠が来てない。何？機械を引き寄せているんだ。来るぞ。どういうこと？あ、なんか来た。来てんな。よいしょ。怖い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 。怖い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 。くらえ！わあ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。こうなんか爆弾の矢みたいなやつな。装甲がハゲまくりです。ハゲた装甲を必中の矢で！よし。怖い。よいしょ。オッケー。あと1、ワンパン。ダメだ、そこだ。オッケー。よし。よし、もう1匹。まず、装甲を剥ぎ取る。よいしょ。危ない。もう1丁行こう。よいしょ。めちゃ。オッケー。よし。怖い。爆弾行こうか。オッケー。おお、はげたはげた。ほら、爆弾じゃい。よし、とどめだ。危ない危ない。とどめだ。ああ、ちょっと待って。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。おお、怖い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 。あ、セーフ、倒しましたね。よかった。殺して儲ける。オセラムだ。シャドウカージャじゃない。俺は間違っていたってことか。いつも間違ってんの。ノズベなの。なんで？その千里眼を使ってくれないか。何が起こったのか。いや、殺さないのが一番楽やったんやけどな。なんかあんの。これはヴァンガードの武器か。お姉ちゃんのことやな。粉々に。岩が粉々。血まみれだ。血まみれ。あの革の紐は何だ。革の紐。ナイフで切られた防具の紐。それに岩に血痕が。ここで大勢が死んだ。虐殺だった。怖い。よほどの恨みがあるってこと。抵抗しなかった。どういうことやろ。何かが岩を砕いた。私の知らない何かが。どういうことや。何かの土台として使えそうだな。何？三脚やって。どういうこと？カメラ撮影でもしてたのかなんか。ほら電池が捨ててある。ここで何かしらいかがわしいビデオを撮影していたということではないんでしょうか。はいに気づいてしまいました。これはエルサのヘルメットだ。うん。下の戦場で死んだと思ったが、ここだったのか。そうですね。ここでどうも。策略を。いかがわしいビデオを。俺を苦しめるためだ。撮っていた可能性があります。考えてみたんだ。あ、言うの？アロエ。いや、お姉ちゃんがそういうの出てたっていうのは言わない方がいいんじゃない？お前の仮説が何より正しかったか。ダメよ、アロエ。そうか。オセラムが新しい武器を使ってエルサたちに奇襲を仕掛けた。上にある三脚台から狙って、力の波動とか音波を出して、それでそこの岩も割れた。
全然いかがわしいビデオじゃない。武器だ。ヴァンガードはそれにやられたんだ。そんなものがあるのか。武器に血の跡がついてない。うん。でもどうせ殺すなら、なぜ麻痺させる必要がある。一方的に何かを隠す。麻痺させたってことか。見ろ、岩に血が。石でエルサの顔を潰した。ああ、なるほど、そういうことか。他の誰かかも。川の紐が綺麗に切られている。鎧を剥ぎ取られたのか。そんなはずはない。俺は確かにメサのエルサの鎧を見たんだ。誰か赤の他人の判別がつかなかった。女にかぶせて顔面潰してるな。同じ体型の誰かに彼女の防具を着せたのかもしれない。そしてエルサではないと誰にも知られない。エルサが犯人説めっちゃ濃厚じゃない。メサの都に戻れ。遺体をもう一度確認しろ。お前の言った通りエルサかもしれない。でも違うなら。違うならってことは生きてるってことか。分かった、行くよ。後でそこで落ちよう。いや、そんな喜ばん方がいいと思うで。最悪エルサ犯人もあるからな。さあ、野に倒れし者終了です。次行きましょうか。気をつかなくていいだろう。さあ、エレンドに会う。そこかな。招待状のないものは宮殿には入れない。何、招待状って。どういうことや。ご機嫌よう、アーロイ。誰やお前。私は潔白のマーと。またノッチさんっぽい。オバマ大統領っぽい。大事があるのです。人が出てきましたね。どういうことだ。エレンドは中にいます。王とご一緒に。さあ、私たちも急いで向かいましょう。さあさあ、こちらへ。潔白のマーラと。皆さん王待っているのか。ええ、皆王に頼み事をしにね。三王って煩わしいが、国を太陽の王様ってことか。三王があなたにお会いしたいと。機械を手なずけ、好奇心に満ちた目を持っている。とても興味深い。バカ王様じゃない、大丈夫。私にはどうでもいいことだ。そうですよ。はじめはオセラのが特別扱いで、今度は野蛮な流れ物。あ、すごい、謁見するためにめっちゃ行列じゃん。流れ物に抜かれる。すごい行列。もう2時間前。コミケよりは並んでないけどな。気にせずに。何を。たちはデザートのおかわりをもらえず、ダダをこねる子供です。この人よう喋ってくれるな。この蛮族っぽいアーロイ。王はどんな人だ。いい人っぽいわ。お父上と違うということが大事なのです。なお父さんは分別のあるお方だとわかるでしょう。そっち。あ、着いた。あ、おるおる、エランドいますね。ノラのアーロイ。見えぬものを見るものか。かっこいい名前じゃん。見えるものを見るもの。どうやら手柄を立てたそうだな。はい。もう王様に会うということで、とびっきりのおしゃれをしてきました。エルサの墓を調べてきた。お前の言った通りだ。どうですか、この角。王様に負けてない角。子供の頃、おもちゃを取り合った時につけた傷だ。やっぱ違うかったんや。エルサでないなら、まだ生きているのであろう。見捨てるなど許されぬこと。誰に連れ去られたか、心当たりは。それなら私めが。お、マーラット。エルサはオセラムに敵がおりました。族長のデルバールです。なんだって。そんなまさか。会議以来誰もが奴の首を狙ってきたんだ。とっくに死んでいるだろう。オセラムの中でエルサを罠に陥れることができる者は他にいない。あなたなら国境近くに潜んでいるでしょうな。すでに密偵を送り出しました。ピッチクリフの市場で私たちは待っているはずですよ。国境に兵を出せばオセラムを刺激してしまう、うん、だがヴァンガードならあるいは、それに誰よりも優れたノラも行くのだ。もう行くことになってんじゃん。エレンド、マーラと彼女と二人きりに。何ご褒美。エッチなこととかやめてね。あまりお前に無理強いはしたくないが。優しい。これは私にも大事なことなのだ。うん、ちゃんと説明してくれんのか。エルサは特別な存在のようだな。オセラムヴァンガードの協力がなければメリディアンの解放も恐怖政治の打倒もありえなかった。なるほど。あれ以来部族間の和平を保つのに苦慮はしているものの、この人がな、 お父さんを殺してエルサが部族の今の王様になって努めてきた。だからこそ彼女が必要なのだ。立役者なんやな、きっとな。すぐに
なるほどね。デルバールは何者だ。そいつ何者ですか。彼を理解するには私の父上を理解せねば。うん。父上は自分を太陽神と信じた。壊れていたのだ心が。うん。血の生贄が全てを解決すると父は信じていた。そして他の部族を犠牲にしたのだ。特にオセラムを。デルバールはあがいた。強力な武器を作り部族を集めて。めちゃめちゃ父上はそれにこの上ない残虐行為で前の国王は父上は彼の家族を生贄として。あ、なるほど。太陽の広場に捧げたのだ。ひどいな。え、でも王様変わったのにまだ恨みがあるってことか。私が頼むことではないと言われたが、どうかエルサを見つけてくれ。誰がそんな。マーラットたちだ。聞きたいことがあれば彼やエレンドを頼るがよい。はい、わかりました。なんかあるわ。なんだこれ。メリディアン創設データポイントでした。さあ、ということでまた続きは次回やっていきたいと思います。おつけろ。すいません、受信料払ってください。立花さん、キャー、なんなのこれ。へへへ、引っかかりやがったな。俺んちにはテレビはないんだ。とっとと帰りやがれ。危ない。自分ちぶっ壊してどうすんのよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価がまだの方はぜひ押していただけると嬉しいです。また次回も頑張るケロ。応援コメントもお待ちしております。